日本着物文化美術館は福島県郡山市熱海町にある美術館。2009年5月に施設名称が日本昔着物美術館から日本着物文化美術館に変更された。着物所蔵品に関してその数と幅広さにおいて国内有数と言われる。江戸から昭和初期のいわゆる昔着物を中心に展示している。 所蔵している着物は約3000点あり、常時60点前後を展示し、オイランド道中儀などの貴重な着物も多数展示されている。展示はオイランド道中儀、振袖などの常設展と各種テーマを持った企画展で構成される。企画展は年に3度変更され、その都度テーマに沿った展示品が入れ替えられ展示される。また、 化粧道具やかんざしなども幅広く展示しており、着物にとどまらず、江戸時代以降の衣装関係の道具、装飾品も充実している。明治時代のポスター、昭和初期の婦人誌なども多数展示し、庶民生活の一端をお伺い知ることができる。館内には、戦前の家具やミニカー、人形など、各種玩具を集めた、ノスタルジアミュージアムとカフェが併設されている。 共立女子大学教授の長崎岩が初代名誉館長を務め、男着物で著名な着物伝承家の早坂絵織が二代目名誉館長を務めていた。現在は大文化研究者で着物関連著書も数多く執筆している笹島澄が同職に就任している。ありがとうございます。